体積は有限なのに面積は無限のガブリエルのラッパについて解説してください。パラドックスや数学の不思議な話が好きな方は最後まで見て。プルーブクラススタート。ガブリエルのラッパとはこのような図なんですが、定義的に y イコール x 分の1、x、ダイナリーイコール1を x 軸で回転させてできる図形のことです。図で言うとこういうことで、これを x 軸で回転させるとガブリエルのラッパになります。まず体積の場合、x イコール a の面積は π かける a 分の1かける a 分の1なので、v イコール π インテグラルの1から無限とし、x の2乗 dx を極限使って求めると π になります。つまり体積は有限ということです。断面積 d の場合、1から無限の x 分の1を計算するとログ n を無限に飛ばすので、つまり断面積は無限ということです。これでガブリエルのラッパの体積は有限であり、断面積が無限であることが証明できました。